にちは、カオルイムだ。はい、ということで、お昼ご飯の時間になりました。はい、ということでね、今日もお昼ご飯食べに行くんですけれども、今日は、今ここね、アングに来ております。アング近くにキョンボックンとかあって、結構この周りはインサートン、キョンボックン、それからチョンロからもね、歩いてこれるような、まあ観光スポットというか、なんて言ったらいいんだろうな、こうザ・韓国、韓国の昔ながらの雰囲気を味わいたい人が、まあね、すごい好きな地域なんですけれども、今日はここ観光地なんですけど、観光地で現地の人からもすごい人気のね、ポッサムのお店があるということで、今日はそちらに行ってみたいと思います。観光客にも有名で、ローカルの人にも美味しくて有名でって感じだから、多分行ったことある人もすごくいると思うんですけれども、はい、どうやらね、調べた感じ一人ご飯も OK ということなので、はい、ちょっとね、行ってみたいと思います。私が口コミで見たのは、なんかお肉が柔らかい、それで美味しいみたいな感じだから、ポッサム好きね、いっぱいいると思いますので、ちょっと新しいお店開拓ということで、はい、行ってみたいと思います。ということでですね、今アングク駅なんですけど、アングク駅が3番線かな、3番線が通ってて、アングク駅の3番出口から歩いて10分かかんないぐらいですね。ちょっと今気温が30度超えてびっくりなんですけど、はい、今日も美味しいご飯食べに行って、それから近くのカフェでお茶してってしたいと思います。それでは、おう。この前のアルパって書いてあるやつが、これ結構文房具屋さんなんですけど、ここ来てちょっといろいろ文房具見るのも楽しいかも。ここはさ、キョンボックの近くだからか分かんないけど、ちょっとこういう韓国系のシールも売ってる。かわいいね。じゃあ3番出口こちらから出ます。はい、じゃあ3番出口から出たら、このままね、道なりに少しまっすぐ進みます。そしたら最初の曲がり方をね、左です。ここは多分見覚えある人が多いかも。じゃん、はい、ここは有名なオニオンですね。わー、人やばい、めっちゃ並んでる。わー、はい、これを通り過ぎて、このままずっとまっすぐです。いやー、これもね、夏の食べ物なんだよね、チョゲグクス。あ、そうだ、ここのさ、カフェも前なんか、綺麗行きたいみたいな話してたんだよね。ご飯食べ終わったらここのカフェ行こうかな。すごいなんかテラス席もあったりとか、景色がいい席もあったりする。こっち行ってみようかな。まちまち、飲み物美味しそう。見て、いろいろフルーツ入ってる。はい、ということで、交差点見に出ますので、交差点これ渡って、渡ったら、右に曲がります。暑い、なんかすごいいいね。やっぱアングクはさ、いいわ、雰囲気がいいわ。暑い。ウニトゥルキルメミルミョン、美味しそう。ウニが乗っかってるエゴマのキルム、エゴマのキルムだって、エゴマの油を使ったそばだって。なんか味の想像ができないんだけど。ここら辺もめっちゃいいカフェ。このカフェいいな。いや、やばい、アングクカフェめっちゃいいカフェあるわ。で、ちなみに今からエクポッサムのお店がの前が、そこに角、ちょっと今来て見えないんですけど、角にカフェがあるんですけど、そこを前紹介したとこですね。はい、じゃあこちら、じゃん。今日のお店は多分来たことある人たくさんいると思うんですけれども、今日はこちらで、ポッサム食べていきたいと思います。안녕하세요한명님아보쌈전식하나주세요네이마메뉴가나메뉴가네こちらになるんですけど、식사류っていうのがご飯系、このアンチュルってやつがつまみ系なんですけど、今回私が用があるのは식사류の一番上ですね。보쌈전식っていう15,000원のやつです。これが、ポッサム定食なので、ポッサムとご飯となんかいろいろ出てくるみたいな感じで、その下がプルコギチョンシクってやつで、これは多分プルコギかポッサムかの違いで出てくるのは同じ感じかな。テンジャンペッパンっていうのも美味しそうなんだけど、テンジャンチゲなのかな、それともテンジャンビビンパなのかな。その他にナクチプルコギとかナクチチョンシク定食があるね。でも下から2つは 2人前って書いてあるから、1人前できないと思う。だから1人旅の人はポッサム定食かプルコギ定食かテンジャンペッパンって感じかな。いや、マジで暑い。見て、今31度で、
思ったよりもたくさんおかずが出てくる。今日全然平日なの、韓国自粛とかでもないんだけど、なんか韓国っていつ来ても人が多いんだよね。ね、おー、こんばんは。ちょっとやばい、もう映しきれ、ん？이거찹채두개왔는데네 これ全部映るかなってか、なんとおかずがね、1,2,3,4,5 5個も出てきます。じゃあね、ご飯の方紹介していきたいと思います。じゃーん。はい、ということでこちらが私が頼んだポッサン定食1人前でございます。これでね、15,000ウォンなんですけど、なんか見て、お肉がさ、なんか普通のポッサムと形違うでしょ。隠しポッサムもさ、普通のポッサムとはまた違う感じだけど、ここはまた隠しポッサムとも違う感じのお肉ですね。とりあえず一切れがめちゃめちゃでかい。そして脂身もあるし、そう、このお肉の部分も多いしって感じですね。で、ポッサム頼むとこんな感じでね、キムチ一緒についてくるんですけど、これ普通のキムチじゃなくて、お、감사합니다。全然違うも出てきた。これがね、ポッサムキムチって言って、またちょっと違った。ポッサム用のキムチです。それからエホバコくんとチャプチェとキムチ、あ、ケランチ、それからこれなんだろう、なんかのキムチだろうな、ニラとレタスない。それから追いキムチと芯で食べるやつですね。ニンニクとオキアミの塩辛、それからサムチャンで今ね来たんですけど、なんとテンジャンチゲもちっちゃいのついてくるんですね。テンジャンチゲというかクフというかみたいな感じだけど、はい、こんな感じ。まあこれだけ出てきて15,000ウォンだったらね、安いわけじゃないけど、1人前からこんな定食が頼めるんだったらいいですよね。ということで、じゃあね、ご飯の方食べていきたいと思います。ではおかずが入りきらない、ギリギリ。それではいただきます。じゃあまずはスープ、おかずみたいな感じでね、段階がありますから。あ、全然辛くないテンジャンチゲだから、日本人もいけると思う、誰でも。さあ、これはケランチ。なんか似てるなと思ってたんだけど、卵豆腐に似てるね。卵豆腐の方が柔らかいけど似てる。エホバコック、なんか香ばしいなと思ったら、こんな感じでちっちゃいエビが入ってる。それから追いキムチ。食感は完全にサラダ。それからこれね、出来たてっぽいんだよね。なんかあったかい湯気が立ってたから、チャプチェなんだけど、中にねでお肉が入ってるの。じゃあ早速主役のポッサン食べてみたいと思います。ポッサンにムーマンレンギと、はい、キムチ一緒に食べる。それからニンニク、生ニンニク。じゃあいただきます。確かに他のポッサム屋さんとはちょっと違うのが、こんな感じで端っこに何だっけ、油がついてるじゃん。これが口の中でなんか溶ける。他のポッサムとは全然全く違う部位なのかな。お肉とニンニクと、今回はこのジャン、なんだっけ、サムジャン、こんなムーマンレンギジャン、これでいただきます。見て、ほらお肉が大きいの、1個が。ここはね、結構日本人にも知られてるのかな。なんか韓国だから結構外国人向けというか、そういう地域だ。だからこう現地の人がこう避けるというか、なんかなんて言ったらいいんだろう、もうキョンボックンとか韓国とか、そういうさ、観光地は韓国人はもちろんね、観光しに行くけど、まあ、そこでご飯は食べないみたいな。でもここはなんかね、お昼ぐらいだとめっちゃ並んで満席だったりするんだって。でもポッサムのさ、お肉って大体四角い感じじゃん、細長の長方形みたいな。
こういう油の部分、これがマジで口の中に溶ける。でもそれ以外の部分は、まあめちゃめちゃ柔らかいっていうわけではないかな。まあ硬くないけど、隠しポスターも行ったことある人はわかると思うんだけど、豚トロでポスターも作ってるから、あそこはもう意味わかんないぐらい柔らかいのね。それと比較しちゃうとまたダメだけど、いいところは一つと一かけが多いと大きいところですね。今のね、このお客さんの中でもう入れるとこないぐらいバーってタトゥーしてるお客さんがいるんだけど、かっこいいの。結構年齢は上だと思うんだけど、なんか韓国、日本はまだまだかもしれないけど、韓国ってタトゥー文化が結構浸透してて、結構ねタトゥー入れてるんですよ。だからさ、今は若者だけど、こう年を取ってその子たち、今の子たちがさ80歳とかになるとさ、チンチューバーとかめっちゃタトゥー入ってるおばあちゃんとかさ。その頃になると超ファンキーなおばあちゃんがいっぱいいるんだね。ポスターも食べてて思い出したんだけど、今ねミスターが食事制限してて、お肉中心のご飯を食べてるから、おうちでお肉食べることが多いんだけど、サムギョプサルとかもお肉あるか、あれをなんか焼いたらサムギョプサルになるけど、焼くんじゃなくて、ね、なんか耐熱 の器に入れて下に野菜を敷くの、まあ、玉ねぎでも人参でも何でもいいんだけど、野菜を敷いてその上にお肉を切ったお肉、適当にね食べやすいように切ったお肉を乗せて、上からみりんでも、お酒でも眠せを、あ、眠せ、匂いをさ、臭みを取ってくるやつを振りかけて、電子レンジで何分だっけな、忘れちゃったんだけど、何分かチンするとすぐこのなんかコースターみたいになるんですよ。チンするお皿と包丁とか以外は洗い物出ないからめっちゃ楽なの。みんなもやってみて。でちなみにさっき普通のキムチじゃない感じしたんですけど、ポッサムキムチっていうのね、これが。でこのキムチを追加する場合は5000円かかります。普通のね韓国料理屋さんでキムチ追加というかキムチおかわりって言ってもお金かかんないんですけど、ここはポッサムキムチって言ってまだ普通のキムチとは違うので、キムチが食べたくなったら5000円を追加。この店が11時オープンで3時半からブレイクタイムに入るんだけど、一人で来る場合はお昼過ぎじゃないと受け入れてもらえないっぽいんだよね。その韓国人のね、一人ご飯食べに来たっていう人のブログ見たら、忙しくなる時間の前に来たら一人ご飯はダメって言われましたっていうのがあったから、オープンが11時だからさ、11時半からもうバーって忙しくなるから、多分オープン時間はダメで1時半とかだったら OK。 だからお一人様は1時半とか、私今日2時に来たんだけど、そんぐらいの時間とか、あとブレイクタイムが5時までだったっけな、ブレイクタイム明けすぐに来るとかだったら OK。でもさ、アングクって言っても多分みんなが行くようなところ、観光客が多いのってキョンボック寄りというかオニオンまでって感じじゃない。だからこっち側に来れば来るほど全然人ってどんどんいなくなるんだけど、今私がいるねこのホップサム屋さんの斜め前、さっき入ってくる前にしたところの2階だったっけな、にすごいね景色綺麗に見えるコーヒー屋さんもあるし、こっち側は比較的
その観光地だけど静かに過ごせるような場所って感じかな。ありがとうございます。いや完全に観光地だと思ってた。さっきさ、まちまちってカフェあったじゃん、途中で。そこはさ、なんか結構みんな多分知ってると思う、通り過ぎるこの道だから。じゃなくてここのすぐ裏ぐらいにある、なんかあんまり誰も知らなそうな、ね、カフェがあるんだけど、そこに行かない？多分みんなそういうところの方が知りたいと思うんだよね。まあね、しょうがない、私いつもさ朝ごはんとか撮るときさ、大体6時とか7時に行くから、こういう個人カフェが空いてないからさ、どうしても2つに1つはチェーン店になっちゃって、本当申し訳ないんだけど。だからこういう午後撮るときはさ、みんなこう知りたいって意見が多かった個人カフェ的なとこを中心で紹介しようかな。はい、ということでごちそうさまでした。どうだったでしょうか。あのね、あのお肉が柔らかいっていう口コミがあったんですけど、私的にはお肉が柔らかいっていう良さよりも、あのお肉がでかいですね。だから一人前だけど結構量があるし、あの満足できるんですね。この量で1万5000ウォンだったら、まあこの地域 でプラス韓国人からも人気でってなると、やっぱりあのまあまあなかなかいいんじゃないかなと思いますね。まあ私の正直な感想は、まあわざわざ並んで食べるかって言われたら、またちょっとうんってなるしかな、うん、確かに1万5000ウォンで、あのね、あれだけ食べれるだけの、食べれる範囲のいっぱいの出てくるのはいいけど、私だったら、アングって結局チョンロと近いから、私だったらここじゃなくてチョンロに行くかなって感じですね。チョンロのクルポッサン、カキポッサンのお店に行くかなって感じかな。あそこだったら、まあおかずももっといっぱい出てくるし、私正直な感想を、ね、伝える YouTuber なので、美味しかった、すごく美味しかったです。全然あのマイナスはないんだけど、私が紹介した、今まで紹介したあのチョンロのポッサムとか、カキポッサムとか、インチョンチップとかね、いろいろポッサム紹介したんですけど、美味しかった、すごく美味しかったし、行って後悔はしないと思うけど、まあ、今まで紹介したお店に私は行くかなっていうのが私の正直な、はい、感想でございます。でも本当にあの悪く言ってるわけじゃなくて、美味しかったんですよ。これあの単体で考えて美味しかったけど、こう比較対象というか比較してみてって感じかな。ということで、あの元々来る時に見たさ、まちまちっていうカフェ行こうと思ったんだけど、この近くにすごいなんか隠れ家っぽいカフェがあるので、今日ちょっとねそっちに行ってみたいと思います。今のお店はここで、こうこのまま歩いてきて、ここのね一番これか3階だね、3階にあるファヘナムってところは前行ったんですよ。あの紅茶飲んだんですけど、ここで、こっちじゃなくて、あのお店からずっとね、あの下ってきて、ここを突き当たったら右に、違った、左に入って、ここに入るっぽかったんだけど、ここじゃないかな。あ、これだ、この看板がある、これですね、カフェサンク。じゃあちょっと入ってみたいと思います。あ、待って、芸能人の写真とか貼ってあるんだけど、うわ、待って、イシェフンだよね、イシェフンも来たんだ。うわー、これ1階で注文系かな。1階人がめっちゃいるので2階に行きますね。おも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 な、いくよ、3、2、1。見て、ちょっと下のさ、この外、何、室外機は見ないことにして、見えるかな、この中のさ、こういうところが見えるの。おもー、すごい、これはいい景色。なんかこんなフォトスポットもありますね、かわいい。
暑いので遊びというか里撮影はここまでにして飲み物を頼んで涼みましょう。あ、これ結構頼むの大変かもしれないね。あ、で、わたや。ブレッココーナーっていうかな、ちょっといいや。で、ほんとかわいい。見て。かわいい。ここのね、見て、ティラミスがハート型なの、かわいくない？じゃん。はい、ということで、こちらが私が今日頼んだブレッココナッラテだっけ。ブラックっていうのは黒ごまの、ね、クリームが上に乗っかってるからブラックココナッツだそうです。ココナッツ牛乳とさ、黒ごまクリームなんて絶対美味しいに決まってんじゃん。じゃあね、ブラックココナッツ飲んでいきたいと思います。てかマジで暑くて本当にね、タンクトップでいい。31度なんてマジでプール入れるからね。じゃあ先にすごい日が傾いてきてさ、めっちゃこっち側に座った方がいいかも。まあ、どっちもどっちですね。全くね、外撮り YouTuber っていうのは毎日同じ角度同じ照明じゃないからさ、天気とか日の差し方によって場所を変えなきゃいけないっていうね。じゃあ、はい、こちらの上のクリーム飲んで食べていきたいと思います。うわ、クリームが濃厚。ここのお店コーヒーに力入れてるっぽかったんだけど、紅葉を見た瞬間これしか目に入らなかった。今3時半前なんだけど、この時間って基本的にお昼ご飯食べた後カフェに行くから混んでる時間なんですよ。でも私とあとなんか2人分くらい2階に行って、下は何て言ってたんだけど、カフェ込み時間でも人がいないからもうかなり穴場だと思う。今の入りはソースで、ちょっと前はビクソンドンとかあと本店のさ、ガチャガチャしてる方じゃない方だったけど、私的にはここがね、カフェが多くて可愛くていいなと思う。ゆっくりしたくて、おしゃれで美味しいコーヒーが飲みたい人はね、こっち側はおすすめです。はい、ということでごちそうさまでした。どうだったでしょうか。まあ、今回ね、アングルノーでコスパが良くて美味しいコサミさんがあるということで食べてきたんですけど、確かにお肉大きくて美味しかったし、1500ウォンで1人前からできて、今日私おかずが6個出てきて、まあ、すごくね満足な量でした。全然足りないとか味に不満があるとか悪い点は全然見つからなかったんですけど、ただ今までの行ってきたお店と比較すると、比較するのが楽しいんですけど、ほらやっぱりみんなが知りたいのはそこじゃん。いろいろね紹介してて、カオルちゃん的にはどこがいいのみたいなのが多分みんな知りたいとこだから、まあ比較するとコスパは各地コスさんがやっぱり最高です。で、おかずの量だとか豪華さはプーポスさんがやっぱりすごい良くて、インチョンチってポッサム屋さんはお肉がすごい柔らかくて、ヘミリカルボクスっていうのはカルボクスとポッサム一緒に食べれて、でここのいいところって言われるとお肉が大きいところって感じかな。まあ、コスさんのごちそうさまでしたして、このカフェ来たんですけど、大正解です。マジで美味しいし雰囲気が最高です。まあ、平日だからここまで人がいないのかもしれないんですけど、ここ私暗黒のお気に入りカフェのうち一つになりましたね。とりあえず私が頼んだブラックココナッツめっちゃ美味しかったです。店内もさっき軽くねこうシャーって映した感じ、おしゃれな感じ伝わったと思うし、30度超えるとちょっと暑すぎるんですけど、まあ、25度とか26度ぐらいだったらテラス席からこうね下にこう見下せるって言ったらいいの、見下ろせるだ、景色がすごい韓国風で綺麗なのでそこもいいし、フォトスポットもねところどころにあるし、とりあえず今日の動画で一番おすすめしたいのはこのカフェです。ということで今回は暗黒で食べられるコスパが良しと噂のコスさんの紹介でした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。クラムアムルンロキカツ終わり。